ネタニアは、イスラエルの中央地区北部、シャロン平原に位置する都市、同地区の中心都市である。テルアビブの北3 0トルハイファの南5 6トルにあり、南にポレグ川、北にアビハイル川が流れる。1 4トルにわたって続くビーチにより、観光地として人気が高い。住民は、アメリカ合衆国、イギリス。 カナダなどの英語圏から渡ってきた人々が多い。イスラエル中央統計局によると、市の総人口は18万3200人で、2020年には35万人に達すると見込まれている。さらに市から1 0トル圏内にも15万人が暮らしている。現在の市長は、ミリアム・ファイエルベルグイコール・イカル。ネタニア入植地創設の案が持ち上がったのは、 ジフロン・ヤーコブにあるブネー・ビンヤミン教会の会議場でのことだった。用地は、ポレグの古代遺跡近くに決まり、イスラエルに多額の経済的援助を施した、ユダヤ系アメリカ人の事前家、ネーサン・ストラウスにちなみ名付けられることになった。1928年に、ブネー・ビンヤミン教会の会員らが産むハリード村の350エーカーの土地を購入。 入植地の創設を宣言した。しかし、アラブ人の地主は、住んでいなかったことから、イギリス人統治療時代に、果たして購入が行われたのか、イスラエルとパレスチナとの間で、激しい論争となっている。モーシェ・シャケド率いるグループが1928年12月14日に、井戸の掘削を始め、翌年2月に身を発見した。これを機に、同月18日、 最初の5名がネタニアに到着し、工作に励んだ。6月には入植者に土地が分配され、ゆっくりと開拓の歯車が回り始めた。8月の嘆きの壁事件とアラブ人虐殺で、入植者らは2週間退避したが、9月には、最初の家10件の低組織が行われた。1930年代初頭その後は、顕著に発展し、 1930年に幼稚園と商店が1931年に学校が開設されこの間100人ほどが新たに入植した1933年にはイギリスのホリデーという建築家がネタニア観光地下計画を発表第一次都市計画では入植地を3地域に割り海沿いの西部を観光地に東部を農地や 工業用地都市、中部に商業地や宅地、農園を廃した。町内初のホテルである、テルアビブホテルがオープンしたのも、また郊外に、ベンジオンとゲバノーニ地区が造営されたのも1933年の、ことである。1934年に入っても発展は続いたが、この年、ネタニア沿岸に350人ものユダヤ人、不法移民を乗せた船がたどり着いた。 ナチスドイツによるユダヤ人迫害が強まる一方、移民統治当局やイギリスがユダヤ人移民枠を抑制していたために不法移民は続き、不法移民船は1939年まで運航され、この間に少なくとも17隻が着岸。移民は上陸後、住民によって助けられた。産業では農業の多角化を図り、ジャムの生産工場を建てた。また、 工業団地も整備した。ショーネハラホットシナゴーグが建てられたのも、この時期である。1937年になると、商業センターがオープンし、エーンハとチェレット地区が創設され、さらにネタニアから、テルアビブ、ハイファに至る道が開通した。1940年には、イギリス移民統治政府が、地方議会を置き、初代議長に、オベド・ベンアミが選ばれた。 1944年に、ネベイタマール入植地が建設され、これは後に地区となった。1945年に高校が開校した。1947年、ネタニアから4キロメートルほどのエベニエフーダ村近くで、ユダヤ人武装組織、エツェルが、イギリスの諜報員二人を、ユーカリの木で、公主刑に処した。エツェルのメンバー三人が、イギリス側に、 公主刑に処せられたことへの報復で、平朝事件と呼ばれた。同年11月には、ネタニア発エルサレム行きのエゲッドバスが、ペタクチクバで襲われた。翌年に第一次中東戦争が勃発すると、ネタニアには、イギリス軍撤退後に大規模な軍事基地が置かれた。戦闘が、鎮静化した12月3日、ネタニアは死に昇格した。これは、神聖イスラエルでは、 初めての姿勢志向であった。この時、市の人口は9000人ほどであった。ヨルダン川西岸地区のトゥルカレムから、わずか14キロメートルという立地上市は、パレスチナ側からの攻撃に悩まされてきた。とりわけ2002年3月の爆弾テロは、杉越の虐殺として知られる。しかし2004年に分離壁の建設が始まってからは、攻撃件数は大幅に減った。 市南部、ポレグ地区のパノラマ2008年の市の総人口は17万9000人で、前年比で1.4%増加した。人口密度は1平方キロメートルあたり5993人。2001年に、イスラエル中央統計局が行った調査によれば、人口の99.9%が、ユダヤ人を、主としたヒアラブ系である。また、同年、 市は1546人の意味を受け入れた。CBS によると2001年の総人口の内訳は、男性が78,800人、女性が84,900人で、世代別の人口構成は19歳以下が31.1%、20代が15.3%。 30歳から44歳が17.2%、45歳から59歳が17.4%、60歳から64歳が4.2%、65歳以上が14.9%となっている。住民を出身地別に分類すると、欧州とアメリカ州から63,800万人、北アフリカから3200万200人、アジアから18,100万人、 エチオピアから1万500人、イスラエル国内から3万8100人となっている。国内の生まれが9万200人、外国生まれが7万1300人いる。ここ20年ほどは、フランスや旧ソ連諸国からの移住が多い。エチオピア系とペルシャ系のコミュニティは、国内でも、最大規模である。2000年の時点でサラリーマンは5万8897人。 自営業者は4671人いる。前者の平均月収は4905シンシェケルで、内男性の平均は 6217NIS、女性の平均は 3603NIS である。一方、後者の平均月収は 6379NIS である。この他、失業給付を受けているのが3293人。 最低所得保障を受けているのが14,963人いる。宗教ではおよそ半数が世俗的なユダヤ教を信奉しているが、正当派も幅を利かせている。北部のビル群経済は大部分が市内4カ所の工業団地に支えられている。このうちもとも後にできた南部の団地には、イケアの他ハイテク関連の企業が進出している。 観光も重要な産業で、市内には19軒のホテルがあり、部屋数は1452室に上る。2006年の平均稼働率は51.7%。長大な海岸線と数多くの浜を当て込んで、リゾートホテルやレストラン、ショッピングモールが立ち並ぶ。早朝のプロムナード古くからヨーロッパ、アフリカ、アジアをつないできた、地中海岸平原に位置する。 西には地中海が広がり、東にサマリア丘陵、南に今日のテルアビブ大都市圏、北にカルメル山がある。人口密度の高い地方にありながらも、付近の入植地を編入しながら成長したためし、自体は他の入植地から離れている。市南部からグッシュ団の北端にあたるヘルツリーヤまでは、小規模な模写部や器物を除いて入植地がない。 北はハデラまで、東はヨルダン川西岸地区のトゥルカレムまでも同様であるが、東のエメクフェヘルやクファール、ヨガ、エベンエフダには器物モシャブが集中して見られる。市は地区に細分化されており、近年は南部の開発が沿岸部は高級住宅地として、内陸部は工業用地として進んでいる。公園としては、トレグ自然保護区やアイリセーズ、ドラレインプール自然公園が挙げられる。 校舎には、世界最大のアイリスアトロプルプレアの群落があり、公園中央の大きな水たまりは、冬季は、水で満たされるが、夏には干上がる。市内の公共交通は、バス、鉄道、それに、タクシーが主である。ネタニア駅は、市中心地近くにあり、西に、高速2号線が通る。また、市南部やポレグ工業団地に近いベトエホシュアには、 ベトエホシュア駅が置かれている。両駅と市街の間は、エゲッドバスが運行されているが、シャイ、リタクシーの方が優勢である。イスラエル鉄道が、テルアビブ、ビンヤミナ、ハデラ、ヘルツリーヤ、ロード、レホボト、アシュドッド、アシュケロンなどの主要都市へ、直通列車を走らせている。ネタニア中央、バスステーションでは、エゲッドバスのエルサレム、ハイファ、 エーラとなどへ向かう便が発着する。テルアビブ便は市内各所から出ている。また、テルアビブとイスラエル北部の要衝として高速2号線上のバスストップにはナザレ、ティベリアス、キリアットシュモナなど北部の各都市に至るバスが集積する。ナテーブエクスプレスもテルアビブ、ブネーブラク、ハデラなどに便を運行している。市内交通は エゲッド・ターブラのバス路線とシャイ・リータクシーが主である。海沿いのプロムナード地方の中核都市、また一観光地として、市内には多くの博物館や画廊がある。ネタニアで最も古い1928年に設立された農場には、早々期の歴史を今に伝える、井戸屋敷が残る。博物館としては他に、イエメンユダヤ人の所有するイスラエル新宿博物館、 シュロモドロル芸術研究所、ディアミノン・ダイヤモンド博物館などがあり、ガロア、クリフ・ギャラリー、ゴシェル・ギャラリー、アベカシス・ギャラリー、フォース・ギャラリーなどが挙げられる。市の統計によると、市内には36,544人の学生が、いる。内訳は186箇所の幼稚園に5,351人、小学校46校に16,748人、 高校16校に14,445人。教育は、市教育局が司る。高等教育機関には、オルト・ハーメリン・エンジニアリング・カレッジ、人間物理教育、スポーツ科学・カレッジ、レスリー・カレッジ、テスラー看護学校などがあるが、複数の分野で修士号、博士号を取得できる大学は、市立のネタニア・アカデミック・カレッジしかない。市の南には、 ワインゲート研究所と国立物理研究スポーツセンターが立地する。また、ヘブライ語教育において有名なウルパン秋葉もある。スタジアムの模型市内には3つのサッカークラブがある。マッカビーネタニアとそのライバルのベータルネストゥブルク、それに国内4部でプレーするリガベットである。バスケットボールではエリツールネタニアが国内1部で、ハンドボールでは ハポエル・ネタニアが2部でプレーする。イスラエル野球リーグ所属のネタニア・タイガースの本拠地でもある。ネタニアスポーツ都市事業の一環でビーチサッカー競技場が建設され国内選手権や国際的なダイヤモンドトーナメントゲームが行われた。いずれもプロではないが、マッカビー・ネタニアはボクシングとフェンシングのクラブをハポエル・ネタニアは 柔道と体操のクラブを運営している。ネタニアはイスラエルにおけるパラグライダーの本場でもある。適度な高さの崖と沖に向かって吹く強い風がパラグライダーにうってつけの環境を作り出している。崖沿いにビーチの上空を飛ぶグライダーの姿がよく見られる。ありがとうございます。